こんばんは。寒くてですね、こんなあの冬の格好をしてきているのがまあちょうどいいですね。東京で誰もこんな格好してませんでしたけどね、寒い時にはあったかい格好をするべきです。今おりますのは長崎県佐世保線の廃棄駅ですが、今廃棄駅から歩いて15分ぐらいのところにある安い宿に向かっています。でその格安ビジネスホテル、塩根荘と呼ぶんだと思います。塩の音の荘、九州ね、なんとか荘って名前の安めのホテルが多いんですが、駅から歩いて15分ぐらいの距離、なんかちょっと立地が悪いんじゃないかな。まあ確かにね、駅からは近くはないですよ。15分、1キロぐらい離れてますからね。でもね、立地はね、全然悪くないんです。はい、今ね、橋に差し掛かりました。この橋を渡って対岸のところにあるんですが、あの下には川のようなものが流れてる。こちらね、川ではございません、海ですね。いやできることならね、ここに昼間に行きたかった。あの明日の朝の出発もですね、朝の5時頃でございまして、まあ、おそらくここはやはり暗いままでしょうね。だから明るい時間にここを見ることができないのが残念ですが、しかし下から ザー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 と何か流れるような音が聞こえるのは皆さんもお分かりでしょう。あのね、宿のレビューをするのにね、なんでこんな海の観光を唐突にし始めてんのっていうのは、あの塩根荘というね、宿にこれからお泊めいただくわけですが、その潮の音というのがここだからですよ。ザーザー音がしてますけどね、ここはすごいですよ。ここ入れるな。ここぞ廃棄の名所、廃棄瀬戸と呼ばれているところ。私も昔から来てみたかったんですが、すごい夜は怖いな。これわかりますか、猛烈な勢いで水が流れているわけですが、ここは先ほど言いましたように川ではありませんよ。まあ川でもね、随分な激流だなって感じですけれども、こちらは海です。本日は大潮ということで、さらに流れが激しくなっております。この海がなぜこんなことになっているのかということを皆さんに詳しくご紹介しますが、それちょっとまた後ほど。あのチェックインの時間がですね、あのお約束で、あの何時に来ますよっていうのは遅くなって、あのちょっと今過ぎてしまいましたので、まずはですね、後ろでザーザー言ってるのを尻目に、すぐ目の前にある宿へ。すぐのところにあります、こちらが塩根荘さんです。一泊ね、3800円ぐらいだったはずですよ。外側は、あ、打ちっぱなしですけれども、結構新しそうな鉄筋コンクリートで、まず部屋に入りましたけども、4畳半、そうですね、4畳半ですね、こんな部屋と、それからね、こっちに、ね、温泉旅館とかにありがちな、これ椅子かな、椅子だ、これ、あ、椅子だ、座り心地いいですね、冷蔵庫、電気ポットなどもありますが、なんと味のある部屋か、最高ですね、これ、これがね、またね、こう、狭いのがいいんですよ、広くりゃいいってもんじゃないですから、廊下の格好すごすぎて、まあ、他のお客さんもいますんでね、撮るときに他のお客さんの迷惑になると、怒られちゃうかもしれませんね。静かにやりましょう。まあ、大丈夫だと思います。で、開けると、おお、暗いとはいえね、見えますよ。もう最高じゃんか、こんな。何これ。ここはね、入り口が2階ということでして、フロントが2階で、私の客室は3階だったんですけれども、ワンフロア上に上がってですね、目の前に流れている、これわかりますね。左から右にザーザーザーと進んでいる、こちらが廃棄瀬戸の流れです。いやー、実はね、今回たまたま安いから予約したんですよ、この宿。で、15分ぐらい歩くけど、まあいや、安いし、と思って。そしたらね、こんな最高のロケーション。これで、今回3700円と言いましたが、あれは間違いでした。4100円でしたけれども、その値段でね、泊まれるんだったら、もう言うことなしですよ、これ。むしろ最高すぎる。何これ。あとなんか部屋の上にめちゃくちゃ美味しそうなやつなんですけど、塩根荘特製煮込みカレー、普通盛り540円、大盛り640円、小盛り440円、これ絶対美味しいじゃないですか。でも私さっきね、佐世保バーガーの結構大きいの食べちゃったんですよ。佐世保駅で売ってる佐世保バーガーって小さいサイズで買っても普通のハンバーガーよりちょっと大きいビッグマックぐらいあるんですよ。これちょっと食べられない。でも出てきたら食べちゃうような気がしますね。今の時刻まだ21時35分ですから、11時頃までこれ注文できるそうなんで、大量の玉ねぎを2時間かけて飴色になるまで炒め、その後5時間かけてじっくり煮込んだコクある清熱草じゃない、間違えない、塩熱草特製煮込みカレーをぜひお試しください。美味しそう。それからですね、パソコンで動画作ったりなどしまして、時刻は今10時40分になってしまったんですが、ここは大浴場がありますので大浴場行きましょうか。タオルがいるな、タオルはここにない、タオル
タオルって何、自分で持ってくるの？風呂場行けばあんのかな。私持ってないんだけど、あ、これか。あ、なんかこんな立派なアンドンもあるじゃないですか。これなん、こんないいのがあんの、ぜひ使ってほしいけど、まあでもちょっと明日も早いんでね、この、ちっちゃいタオルと、まあこれでいっか、着替えは帰ってきたらしますからね。ちょっと、忙しいな。まあどうせあそこでザーザー潮が音立ててるんで、私が多少静かにしちゃって無駄なんでしょうけど、よし、行きます。ちゃんとね、こんな風にリノベーションっていうの新しくなってますよ。外の見た目に対してね、中もちゃんと新しいし、綺麗だし、言うことなし。これ4100円って本当にいいな。自動販売機。うん、じゃあ後で買うか。水の売ってないのか。水とか買いたかったんですけどね。あった、ラドン浴場だって。朝はね、あの湯船のお湯がないんでシャワーだけらしいですね。まあ、部屋にもユニットバスありますけど。さて、じゃあ風呂も入ってきましたんで寝るんですけども、寝る前にね、やっぱりこれがなんでこんなに猛烈な勢いで流れているのかということを今一度しっかりと説明しなければいけません。明日の朝になるとこの流れは逆になっているんじゃないかな。まあこれでね、もう大体のことが分かったと思ったか、まあ海だって言って流れてる時点で分かったんじゃないかと思うんですが、潮の潮汐、満ち引きが関係をしています。現在地はここです。画面のね、ここがあの廃棄駅で、歩いてきて1キロぐらいのところにあるこういうところですが、ここがね、廃棄瀬戸。どんどん縮小してみますと、わかりますかね。こちら、大村湾。JR 九州大村線に乗っていると、進行方向、長崎方に向かって右側に見える海です。このような湾ですが、もうなんだかほとんど湖のように見えますけれど、ここはやはり海なのです。ここがですね、海とつながっているところが本当に全体のごくわずかなところしかなくて、この諫早川はダメなんだな。確かね、ここ以外にもう一箇所あるんですけど、この、まあ、廃棄からもっと西に行ったこういう、まあ、こういうところと、それから、この廃棄駅のこの近くの、このね、この川みたいなところしかないんですよ。で、この川みたいなところをこう辿って、で、この佐世保市のこの、まあ、この廃棄も佐世保市なんですけども、左側のこの辺りのこの湾、ここに、これ佐世保湾ですが、ここにこう抜けるんですよ。すごいですよね、大浦湾ってね、こんなに大きな、ね、これ海、湾なのに、もうつながっているのは、ここと、それから、ここだけ。で、今、私がおりますのは、この細いつながりのところの、このひときわ狭くなっているところの目の前なのです。だから、納得ですよね。あの大きな海で発生する潮の満ち引き、それがすべて、この細いところと、まあ、それからもう一箇所ある、まあ、やはり細い出入り口、そこを介して行われておりますので、潮の流れは急にならざるを得ません。猛烈な勢いです。それがもう太古の昔からここでは続いているので、もともと廃棄瀬戸と呼ばれておりますが、おります前がですね、早木の瀬戸とか、そういうふうに呼ばれていたそうでして、早木の瀬というのはつまり、その廃棄という町の語源になったとも言われております。その素晴らしいこの廃棄の町を代表する観光地の目の前にある格安旅館、駅からのアクセスも悪くありません。これね、本当だったら明日の朝起きてね、あ、朝起きたら逆に流れてる、そして天気もいい、本日は快晴ですってやりたいんですが、明日の朝結構早く出発しなければならないのが悲しくてなりません。空にはオリオン座、一等星がちょっとだけ光っているのを視聴者の皆さんにもご覧いただけているように私は見えます。画面に映ってましたね。じゃあ今日はこの辺で、朝5時のチェックアウトもちゃんと対応していただけるようです。どうもご視聴ありがとうございました。よし、翌朝5時です。出発5時10分に行っちゃう、まあ、まだ大丈夫です。そっか、あ、スリッパが玄関で靴脱いだんだったな。なし。
おお、すごい。昨日ね、また来たところにまた戻ってきたんですけども、これですね、まあ、分かると思いますが、昨日は向こう側に流れていたのが、やはり、まあ、予想通りというか、まあ、仕組みを考えれば間違いないですけどね、今度は諫早湾から、失礼、大村湾から、あちら側にある佐世保湾に向かってどんどんとこう水が流れ出しておりますので、こんな風に川といいますか海の海流の流れが完全に逆向きになっています。これはすごいね。まあこれがね、明るい時間に見られれば本当に良かったんですけど、それが見られないのは残念ですが、4000円ぐらいで安い値段でこの便利な地廃棄で泊まることができ、さらに目の前にはこのような素晴らしい名所もあり、なんなら部屋からも眺めることができる、人揃いのものもあるしね、いい旅館でした。とりあえずこの動画はここまでとさせていただきます。長崎県の北部佐世保周辺にお立ち寄りの際はぜひご検討になってください。じゃあどうもありがとうございました。